ジェクトトリフルチーフマネージャー兼チェンクロモット普及委員会委員長の加野由依です。チェンクロモット普及委員トレフルの一木千尋です。後藤ゆかりです。加野まりなです。高橋みなみです。石川由依です。見えない、見えないよ。むかむかむかです。見えない、見えない。ちょっとむか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 い。石川由依です。見えた、見えた、見えた、ずっとドキドキしてたから、そう、一時ずっとドキドキしてたからね。イヤホンがね、あっちに絡まって絡まってた。そう、頑張っておいたからね。大丈夫です。はい、チェンクロモット普及委員会かっこかり、今日はいろいろな新しい情報があるので、うん、バシバシお伝えしていきたいと思います。頑張ったよ。まずは早速何ですか。はい、まず最初は、うん、チェインクロニクルメディアファクトリーさんとのコラボが決定しました。人気作家漫画家のオリジナルシナリオとキャラクターが追加、うん、そしてあの人が声優として参加。誰だあの人。誰だろう。大型コラボですね。いメディアファクトリーさんで活躍する人気作家さんと漫画家さんが勢ぞろい。そうなんです。ということでダラーっと紹介していきましょう。はい、作家陣は、うん、僕は友達が少ないの平坂由美さん、うん、聖剣のブラックスミスの三浦功さん、うん、ノーゲームノーライフの神谷優さん、うん、断裁分離のクライムエッジの日陰達彦さん。なるほど、すごい豪華な作家の方たちが入ってる。ねえ、ほんとセガさんガチって感じだね。ガチですね。まあ、ストーリーにはね、はい、もうめっちゃ力がね、はい、入ってますからね、はい、楽しみですね、はい、そしてですね、ゼロの使い魔シリーズの宇佐塚英二さんをはじめイラスト担当の漫画家さんもみんな有名な方々ばかりということで、うん、公式サイトにアップされているのでイラストとかはちゃんと見てチェックしてほしいですね。見てね。チェック。はい、ということで、キャラクターがですね、本当に、まあ、新しいので4キャラぐらいいるんですけれども、みんな可愛いですよ。みんな可愛いです。みんな欲しいな。どんなあれなんですかね、あの能力を持っている子たちなのかなっていうのがね、あの弓を持っているキャラクターがいるので、はい、まあ、ね、が戦士なわけないなっていうのはそう、確かに、確かに、ね、思いますけれども、他の子がね、まだちょっとわからなかったりとかしますからね、楽しみですね。そしてこの仲間たちの声優陣、まあ、誰得っつったら私得な気がしますけれども、はい、公開のこのトレフルの公開録音の、あ、公開収録のね、はい、時のゲストでもあり、はい、私が愛してやまないこの方、ま、野中愛さんが今ちょっとくれたあの弓を持っているグレタ役で参加されるということで、かわいい。でも、うん、すごい、おかしいそうね、ね、はい、三上しおりちゃんとか、はい、あと加藤エミリーちゃんとかね、加藤エミリーとか、うんうん、あと佐藤さとみさんとか、はい、すごい豪華ですね。豪華ですね。可愛いキャラクターが、うん、まあ、あのそれぞれね、イラストがもう見ることができるので、はい、この声優さんがこのキャラクターやるんだっていうのを見ながら楽しみにして待っていてくれたら嬉しいなと思います、はい、うん、まあもう本当にアイポンとはですね、はい、はい、私アイポンって呼んだことほとんどなかったんですけど、うん、今まで人生の中でずっと野中さんって呼んでたのに、はい、ついにアイポンかわいい、アイポンかわいいって言い過ぎて、本人を前にアイポンさーって言っちゃって、おっと、そう、ふと思い出した。私そういえばアイポンって呼んだことなかったのに、今すっごい普通にアイポンって言っちゃったって思って反省したんですけど、はい、もういいかなと思って、おう、もう一ファン、一後輩として、もうファンと後輩でちょっとなんか距離感詰めていきたいって思って、おいやもう本当にこれを機にグイッとね、28日にね、うん、ファン感謝祭2013あるじゃないですか、セガさんの、はいはい、野中さんも参加されるんです、うん、なんやねー、そう、もう共演ですから、本当に、うん、だグイグイ行くよ、そうですよ、アイポン、アイポンって言いまくる、詰めていきましょう。私もう前回の公開録音のおかげでアイポンって呼ばせていただいてます、うん、おー、いいな。じゃあみんなでアイポンってね、田辺はね、この間のあの公開録音の時はね、そうなんです、いなかったからね、うん、はい、でも、うん、セガさんの桜大戦の舞台に、うん、あのアイポンさんも関わっているので、うん、それでお会いしてるし、うん、勝手にアイポンさんって言いました。じゃあ3アイポンが揃ったらじゃあ、あと3アイポンだ。本当だ、頑張って。私もこの間ちょっととある感じで、あ、はい、うん、一緒に、ね、うん、そう、アイポンさんと映画を見に行かせていただいたんですけど、その時に私も知らず知らずのうちにアイポンさんって呼んでました、うん、呼んでたやばい、あと1アイポンだ。いや、2アイポンだよ。2アイポン、2アイポン、あ、本当だ、呼ぼう、頑張って。
先輩だからね。ガチ先輩。ガチ先輩。まずだって一輝さんより先にアイポンさんって呼ぶ方許されないじゃん。え、そうなの？順番的に。なんかなんかにやまりこ。やぶさん。さん。あ、おはようございます。やぶさん。乗っかっていきますそれ。よし、じゃあそういう。そういう作戦でいこう、はいはい、そんなねアイポンさんこと野中愛さんもですね参加されます、はい感謝祭の情報も続々とあの今追加されています。はい、まずははい、トレフルがステージイベントで歌います。そう、もっと普及委員会かっこ仮の番外編もやります。あ、そう、今知ったよこれ。いや今知ったわけじゃないけど、でもこの台本を見て知りましたからね、うん、確かにんってなった。番外編、番外編なんだ。何やるんですかね、楽しみですね。はい、そしてですね感謝祭の総合司会はですね鷲崎さん。おお、安心と信頼の鷲崎さん。安心と信頼の、間違いない。どんなに脱線してもすぐ戻してくれるから。素敵ね、どんどん脱線していく。イベント自体はねもう成功したも同然だけれども、トレフルのライブはねまあ自己責任ということで、本当にボトルに怒られないように頑張ろう。ちゃんとやってくださいね。ちゃんとやってくださいね。ちゃんとやってくださいね。あ、すいません、すいません。ちゃんとやってくださいね。すげえピンポイントで刺されたんだけど。ちゃんとやってください。頑張る。三人だけ刺された。三人だけ刺された。はい。そして、私たちのステージももちろんそうなんですけれども、野中のアイポンさんがですね、うん、出るチェンクロステージとか、うんうんうん、整理券が必要なんです。らなので皆さんね、あの整理券ゲットできるようにちゃんと、チェックして注意して来てくださいね。はい、他に、チェンクロ関連で感謝祭の情報としては、はい、大抽選会のことは先週お話ししました。はい、追加としてはですね、うん、チェンクロブースでチェンクロ UFO キャッチャーができます。おお、何が出るんだろう。商品はですね、うん、SR のアンジェリカか、うん、オリジナルクリアファイル。おお、外れなしなのでですね、会場で挑戦してほしいです。いいですね。はい、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。他には、はい、キャラクターのですねラフスケッチが展示してあったり、うん、なんとチェンクログッズの販売もあります。欲しい欲しい。画像を見たら、うんうん、マグカップとか携帯ストラップとか携帯クリーナーとかありまして、マグカップがですねこういっぱいキャラクターが乗ってめっちゃ可愛かったんですよ。あれはちょっと欲しいですね。マグカップを掴む。おお、掴む。ありがとうございます、お買い上げ。ということでとにかくですね、28日セガさんの初のファンイベント、セガネットワークスファン感謝祭2013が秋葉スクエアで行われます。 UDX があるところですね。はい、トレフルのステージは午前11時頃から予定しております。ぜひぜひお時間ある方は参加してください。ということでよろしくお願いいたします。お願いします。果てしなく続いてく思いを強く雪に変えて進む。チェンクロもっと普及委員会かっこかり、そろそろお時間です。チェンクロインフォメーションをお願いします。はい、セガスマートフォン向け RPG チェインクロニクルは絶賛人気稼働中です。ダウンロードするには iPhone ユーザーの方は App Store から、 Android ユーザーの方は Google Play からチェインクロニクルで検索してダウンロードしてください。そしていよいよ黒の軍勢との最終決戦が近づいてきました。まさに今戦の年代記黒の砦奪還作戦が始まっています。ギルド同盟副議長セリーヌと一緒に黒の砦を進軍しまくりでぜひ奪い返してください。こちらは26日木曜日14時59分午後2時59分までの配信です。はい、その他キャンペーンなどチェンクロの詳しい情報は公式サイトや公式ツイッターをチェックして確認してください。とにかくチェンクロで検索です。はい、チェンクロもっと普及委員会かっこかり28日の感謝祭、私たちトレフルがですね初めてあの絆の物語のね発表があるわけですから、はい、本当ですよ、成功させないとですね。頑張らねば。ダメですよ。はい、頑張ります。大丈夫。はい、まあ、私たちの勇姿をね11時からトレフルのステージはありますので、はい、ぜひぜひ皆さんあの見守りに来てください。よろしくお願いいたします。はい、しますということで以上チェンクロもっと普及委員会かっこかりでした。